葛飾区を舞台にした人気サッカー漫画キャプテン翼にちなんだ少年サッカー大会が葛飾区で開かれ、元日本代表選手らが参加するエキシビションマッチなどで会場は盛り上がりました。この大会はサッカーで葛飾区を盛り上げようと開かれました。エキシビションマッチではキャプテン翼の原作者高橋陽一さんが代表を務める社会人チーム南葛 SC と、元日本代表の北澤剛さんが率いる J リーグレジェンドチームが、漫画に出てくるチームのユニフォーム姿で対戦。北澤さんらのシュートが決まると、会場からは大きな歓声が起きていました。どっちもすごいパスのスピードとかもあったから結構勉強になった。北澤選手とかがすごい動きとかも速くて、やっぱ真似できたらいいなと思った。南葛の2番がすごかったです。スピードとかもあったし、ドリブル抜いてシュートとかも速かったんで、すごいと思いました。およそ7000人の観客が詰めかけた試合は、南葛 SC が2-1で勝利しました。